宙の壊し屋ターレス、本当に悟空にそっくりだぞ。オッケー、そのバトルだな。悟空に瓜二つのサイヤ人ターレス、惑星のエネルギーを吸い尽くすという新生児の力を使い地球を滅ぼそうとする。果たして悟空たちは地球を救い平和を取り戻せるのであろうか。カカロット、俺にひざまずいて詫びるなら、お前のガキと一緒に仲間にしてやってもいいぞ。言ったろ、俺は孫悟空だ。新生児の実を食べ続けてきたこの俺に勝てると思うのか。お前のパワーとは天と地ほどの差があるんだ。やってみなきゃわかんねえ。少しは聞いたぜ。ほら、ソニック悟空だ。元気玉だ。それしかねえ、見てえ玉。大地よ、海よ、空よ、今こん時この世で息づいてるすべてのみんな、このオラに元気をあげてくれ。みんなのために、地球のために元気を頼む。はあ、あったけ。なんだこれは。悟空が新聖樹から木を集めている。あったけえな。カカロット、サイヤ人の面汚しを。ほら、カカロットじゃねえ、孫悟空だ。その程度の戦闘力では今の俺の相手にはなれないぜ。俺の勝ちだな。
前のパワーはその程度か。もう少し楽しませてみろ。アリス、目だけは許さねえ。勝ったみてえだな。みんなありがとな。